エクセル航空株式会社は日本の航空会社。千葉県浦安市の浦安ヘリポート及び沖縄県那覇市の那覇空港を拠点にヘリコプターによる遊覧飛行、チャーター輸送を中心とした航空輸送事業を展開している。ホンダ航空の中堅社員を中心にエグゼクティブウェアサービスとして創業、当初は定期航空会社の乗員訓練を手掛けていた。 エグゼクティブエアサービス時代の1993年11月に2002年12月に設立された新規航空会社スターフライヤーの初代社長となる堀孔明が当時親会社だった広瀬から業務部長として出向、新規事業としてヘリコプター事業へ参入し東京横浜におけるヘリコプタークルージングやドクターヘリサービスを事業化したまた 海外関連会社を通じて、ガルフストリーム G550 を運用、国外の顧客をターゲットとした VIP 向けチャーターサービスも展開していた。堀は1996年5月から2002年3月まで代表取締役社長を務めた後、新たな代表取締役社長に小島雄二が就任、レイクサスやコカ・コーラ等の SP イベントとのタイアップ等業用を拡大。 業界他社とは差別化されたビジネスモデルを創造。後に株式会社グローバルアジリティの100%子会社に。2016年10月1日には、那覇空港を拠点とする同業のアイラス航空株式会社と合併している。現在の事業内容は、遊覧飛行、チャーター輸送などの航空運送事業、航空機の運航及び保守管理の受託、航空機整備事業、 航空事業についてのコンサルタントなどである。合併前のアイラス航空は、2013年12月31日に、沖縄県国上郡野基地村、フルート島付近で海上に墜落する、航空事故を起こしている。この事故では、乗員1名が重傷、2名が軽傷を負っている。また、2018年6月7日には、那覇市の海上に墜落する、 航空事故を起こした。遊覧飛行に就航する S-76、76シーウラヤ安ヘリポート発着の遊覧飛行を行っており、年間約4万人の利用者がある。東京ディズニーランドを中心とする東京ディズニーリゾートに非常に近い場所で遊覧飛行サービスを実施しており、登場すると空からのリゾート風景を楽しむことができる。新宿新都心。 東京スカイツリーなど都心の見どころを周遊する日中の東京スカイクルーズ、夜間の東京ナイトクルーズを中心に最大60分の貸切フライトを設定している。過去には港未来ヘリポート発着の遊覧飛行も運航実績がある。また、アイラス航空の事業を引き継いで那覇空港発着の遊覧飛行を行っている。アイラス航空の事業を引き継いで 那覇空港と周辺離島等との間でのヘリタクシー事業を行っている。航空法に定められた認定事業場となっており、現在の認定機種は a s 三百五十五回に n, n s a 三百六十五 n 一 s 七十六 a c である。a s 三百五十 a s 三百五十五 a s 三百六十五 e c 百二十メガヘルツ二千 BK117、MD900 などにも対応している。宇宙航空研究開発機構の保有していたメガヘ2 0 0 0を改造した試験機ミュープルイプシロンの整備もサポートしていた。2009年9月16日から2015年12月末までモリビルシティアサービスから成田空港と都心を結ぶ東京、成田ヘリダイレクトの運行を受託していた。 六本木のアークヒルズヘリポートと東関東自動車道桜インターチェンジに隣接する桜ヘリポートの間をエルメス仕様のユーロコプター EC135 で約20分で運行していた。このサービスは2015年12月末で終了した。チャーター、ヘリポート施設運用等を行っている。自社所有の浦安ヘリポートを拠点としている。航空法に基づく 飛行場設置許可を受けた飛行橋用ヘリポートで首都圏のヘリポートで唯一24時間利用が可能である。東京湾に面した埋め立て地に立地しており、ヘリパッドは護岸に合わせて高い位置にある。格納庫前のエプロンとはスロープで接続されており、隣接して第一格納庫、第二格納庫がある。ジム棟には搭乗客向けのラウンジが設置されており、カフェバーン、 グッズショップなども営業している。周辺は倉庫や工場が立ち並び、東側は以前親会社であった広瀬の東京工場が隣接している。西側には東京ディズニーリゾートが存在する。京葉線、前浜駅より無料送迎バスが運行されている。地図上はディズニーリゾートライン、東京ディズニーシーステーション駅が最寄り駅のように見えるが、 駅が直接行動と接続されておらず、大幅な迂回が必要であるため、利用には適さない。2017年8月現在、ヘリコプター5機を保有している。保有機の平均期年は19.4年である。ありがとうございます。